そんなことよりモンスターを飲むか否か迷ってます、僕は。どうしよう。飲めばいいじゃん。責任取ってくれるんですか？何の話？僕が寝れなくなったら。あー。おお。ソルティーライチ取ってくるっすわ。3人で朝までランクか。俺デッドライン1時半ぐらいですけどね。そう、なんで？いや俺普通に社会人なんで明日仕事。そうだ、あれは普通に社会人だ、そういえば、ね、忘れてた。うん、でもレースうまいっすね。おいやもうレース使わせたらもう右に出れるものいないっすよ。いないっす。まあ嬉しいね。ブイ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 はしてるんで、一番の理解者。いやもうブイブイ言わせてるっすよ。あれはさ、そういう感じなんだ。ほんとに。なるほどね。わかんない。なんか人見知りめっちゃ発動しちゃってる。どうしよう。なんかめっちゃ緊張してるんだけど、なんでだろう。だってか水戸さん、いやー、僕たち結構もうやってきてるのに足になるしかないっすよね。じゃあ、まあ、なんかさ、こう神戸さんがカメ口で喋ってる人と一緒にやるのが初めてだから、私初めましての人で、なんか神戸さんがウェーみたいなやってるのを見るのが初めてだから、なんか どうしていいのかわからない。ヘルプが出ましたか水戸さん。ね、とりあえず、はい、ため口でいいんだよ。仲良く、すげえ瞬歩だけど、めちゃめちゃ前に仲良くなるにやっぱね、タメ口が一番いいよ。敬語使ってたらちょっと距離感が感じるからね。いやまあゲーム始まったらね、我々ゲームやってる人と、ね、エペックスの話すりゃいいんすよ。立花さんマスターまで踏んでるんでしたっけ、ランク。いや踏んでないです。いやもうバリバリっすよ。バリバリマスター、はい、いや踏んでないです。もう今回はプレータータッチも狙っちゃおうかなって言ってる、言ってる。ああ、バリブイブイ言ってる。そんな言い方すんの？ VV だな。いやでも俺も知ってるっすよ。亀戸さんランクやろうって言ったら、ちょっと今シーズン俺アポビルで頑張ろうって思ってるんだよねっつって言ってた翌日に、なんか全然違う人とやってて、おい亀戸おい亀戸お前裏切ったの。しかもその後なんかね、 DM ちゃんと来てた。あのアルファさんから誘われてたのに、他の人とはやるんですねみたいな、アルファさんがかわいそうですみたいな DM が来てた。いやでもね、なんかね、やるつもりだったんだけど、なんかね、予想以上にね、なんか2人が忙しすぎて、あれなんかよく考えたら今シーズン無理じゃねってなって、一応やりつつはあるんだけど、どうしようかなって感じよね。そう、別に他の人と全然やっても、まあ、でもさ、これで俺がさ、また一人でさ、他の人と言ってマスター行ったらさ、お前はさってまた始まるんでしょ。いや違う違う、別にマスターまで行かなくて、行かなきゃいいじゃん。いやだって他の人とやったら上がっちゃうんだよ、アルファさんとかとやったら強いから。ごめんね、弱くて私たちが。キルルル、言いつけてやる。もう 今 DM するから、キルルに。もういら知らないからね。ギル君なら俺の隣で寝てるよ。おお、ギル君。本物？投げ物全部使っちゃった俺。俺グレネード1個あげとくわ。あでも俺ウレト扱うから。グレネード。TT グレネードもらっといて。もらったわ。何それ？多分威力2倍。バカがってるんで。あれお前。やりますね、やりますね、やりますね、やり合わせて、やり合わせて。ここね、ロロロロガソジロ、やったジブ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 ロやった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 よかったよかった、あーよかった、解放された俺。今日一番の、今週一番の仕事終わったかも。なわけないだろ。俺アポチャンピオンに導く、俺アポの IGL 参戦でお願いします。かっけー、はい、